以上、市内の出来事でした。次は、建設課から住まいのリフォーム補助金利用者募集のお知らせです。住まいのリフォーム補助金の受付を再開しています。受付は8月31日までです。先着順に受付をしますが、予算額の4000万円に達した時点で受付は終了となります。補助の対象となる方は、市内に住所があり、次の条件に全て当てはまる方です。市税などの滞納がない、リフォームする住宅に火災報知器が設置されている、市内に本社・本店がある法人、または市内に住所がある個人事業者で工事を施工する、補助額は補助対象工事費の3分の1までです。ただし10万円が上限となります。申し込み方法などは建設課までお問い合わせください。ぜひご利用ください。次は防災ワンポイントアドバイスをお送りします。